なんていうか、ローカルって感じやね。超有名企業。この掘ったで500円、なんも変わっとらん。あっしが来る日も来る日もがむしゃらに走り寄った頃、派手な喧嘩した後は絶対ここに来よったさ。いつだって仲間と一緒に一番定食食ったもんさ。血圧つけてな。さきちゃんやっぱりあれ取ったとね。あの鳥可愛くない。てめちんちくい、ドラ鳥の不死鳥ココさんに失礼やるか。ココさん、何やっとんじゃお前ら。こっち来んかい。こちらがこのドライブイン鳥の社長さんじゃい。こんにちは、はじめまして。こんにちは。うっさ。本日はありがとうございます。皆様には思う存分うちの宣伝をしてもらいたいと思います。まずは中に入って当店自慢の焼肉を食べてください。ありがとうございます。焼肉といえば牛肉と思われるんですけど、佐賀で焼肉といえば鶏肉なんですよ。さくら、そのタレにニンニクコショウをつけてみて。うん、うい、これいい感じやけん。あー、それリリー育ててたのに。あー、リリーだからじっとっちゃって、もう焦げてるから。ジュンコフが何に似ていんすか。この蜂蜜黒酢カルピスっていうの美味しそうですね。以上がドライブイントリーの七か条なんです。なるほどと、お前ら話聞かんかい。いえいえ、美味しく食べてくださるのが何よりの喜びですから。あの、本当に美味しいです。それはよかった。うちの鶏肉はどれも新鮮な。あ、さえちゃん生肉食べてる。いや、いくら新鮮でもそれは。さて、撮影の打ち合わせをしますか。ええ。